皆さんこんにちは。今日はですね、この私の手元にあるフェクターというボールなんですが、こちらの方のことで、配信をさせていただきます。このフェクター、皆さんもすでにご存知である方はおられると思うんですが、3月の14日現在ですね、世界的にボールの認証機関である USBC とこういうところをリストから削除されました。で、削除されたらどうなるのという話なんですけど、削除されたことにより USBC の公認の大会、それから日本におきましては JBBA の公認の大会、こちらの方での使用が可能になりました。一応こうスペクター、非常にこの人気がありまして、数多く私の販売をさせていただいた中で、アメリカ国内なんかでもすでに投げられている方多数おられます。で、そのお客様に対して私たちはUSBC で承認を常に受けてはいますので、今回削除されたということになりますと、そういう大会に使えないよということになります。そういう形になりますので、アメリカではすでにこのスペクターを投げられている方に対しての、保証というかケアというか、そういうのを実施しています。で、アメリカ総務社と日本総代理店であるハイスポーツ社で、あと各国のディストリビューターといろいろ協議した結果ですね。アメリカ国内は総務社、日本国内におきましてはハイスポーツ社とこういう形で、対応をさせていただく。で、各国の対応がちょっと違いますので、内容的にここで今具体的にはちょっと言いたいところがあるんですが、まず初めにですね、このスペクター、もうすでに投げられているお客さん、これは、今現在継続して投げられて結構です、ね。で、ハイスポーツ社としまして、購入されたボールジョーさんやプロショップに対して、そのお客さんにケアをするという形で対応します。今回は別に交換という条件はございません。すでにもう投げられてるお客様に対してはそのまま投げられて結構でございます。で、さらに、ボールをこうもう1個、それと一部ギフトという形で見て、差しになるようなものを付けさせていただいて、追加で送らせていただいて、対応していただきたいという形で、日本国内で決まりましたので、ご報告を申し上げます。で、対応の仕方なんですけども、このボールの反対側、こちらにですね、ボールの、製造番号、これロット番号というんですけども、今投げられている番号を購入されたボウリング場、ナイスプロショップの方にですね、言っていただいて、あとうちの方でそのプロショップ、ボウリング場さんに追加して差し上げるボールがこちらですよというボールを3種類ご用意しています。そちらの方からいろいろ悩んでいただいて、ウエイト、投げられているウエイトですね。そちらの方と、このボールの方を指示していただきますと、漏れなくもう一つ、このスペクターを今投げられているお客さんに対して、もう一つ差し上げる形を取りますので、そういう風に使っていただければなと。で、一応この形なんですけども、今回いろんな形でこのスペクターアンダーラインというボールなんですが、追加で差し上げるボールというのはプレミアムライン級の、ボールをご用意させていただきました。世界的にいろんな形でケアをしているんですが、今後ともですね、総務社開発に至りましては、この USB-C という機関をやはり承認という形で取りますので、すでに、承認を削除されてしまった以上、どんな形であれ私たちがボーラーのために誠意を見せないといけないという形で実施させていただき所存でございます。いろんな国で対応も若干違いますので、日本国内では愛好者がという形で対応いたしますので、皆様今回購入されて、ドリルしてあってもドリルされてなくてもいいです。購入されたお客様に対して全て対応させていただきますので、ぜひですね、
ご購入された購入状、このショップに、問い合わせしていただいて、ご面倒なんですが、やっていただければなというふうに思っています。まあ、こういう形で、対応させていただきますので、皆様ですね、よろしくお願いいたします。で、また、交換の期間というのは、一部、基本的には、できれば6月の末ぐらいまで、やっていただければいいんですが、まあ、特別、それを後でも言っていただければ、の方で対応させていただきますので、ぜひですね、皆さん、もう一個差し上げる形になりますので、ぜひですね、ご利用ください。本当に今日はありがとうございました。また、ストーム社、アイスポーツ社、いいボールを作っていきますので、今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。